クワットです。お願いします。お願いします。本日動画を回している理由は、7月末までに私たちが掲げていた YouTube チャンネル登録者5万人、TikTok のフォロワー25万人、両方達成できなかったから動画を回しております。両方。両方です。そうだね。まあ正直全然足んなかったですね。YouTube なんて3万人ぐらい。そうだね。3万5千人ですね。いや、難しかった。一番痛かったのは TikTok 止められまくった。多分4月に目標立ててから丸々1ヶ月分ぐらい投稿できてないんじゃない。だって1週間投稿できなかったの3回あって、もうそれで1ヶ月分ぐらい投稿できてないから、多分 TikTok のね伸びが止まって、言い訳になんないけどな、そういうのはな。まあ目標達成できなかった一番の理由は、まあ自分たちの力が足んなかったと思う。せっかく皆さんがね、あのスクワットの押し売りとかで拡散してくれたんですけど、1位の人なんて結構伸びてたしね、うん、申し訳ないです。本当にスクワットの押し売り投稿してくれた方、ありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまでその時期結構チャンネル登録者伸びましたね。伸びたね、だいぶ。これからもどうか TikTok で自分たちの好きな動画を切り取って、スクワットしか勝たん、もしくはスクワットの押し売りで投稿してくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。そして12月末までの目標を発表したいと思います。はい、はい、YouTube チャンネル登録者10万人、それを目標にして頑張りたいと思います。はい、お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。10万人。はい、12月末までにチャンネル登録者10万人いかなかったらスクワットを解散します。はい、はい、まあ、これはね、自分たちで話し合った結果、まあ、それぞれやりたいこととか今やってることとかがあるので、まあ、10万人いかなかったら、まあ、その時はスクワットを解散しようという結果になりました。まあ、自分たちもね、まあ、10万人いくと思ってるんで、正直解散する気はないから、ね、する気はないね、うん、ポジティブな意味でのね、そうやつ、こっから盛り上げてくるね、来てるから、これ見てちょっと落ち込んでほしくはないよね。あ、そう、うん、安心して10万人行く奴らだと思ってもらえれば、うん、そうだね。まあ、あくまで決意です、これは、うん、スクワット一同も精一杯頑張りますので、12月末まで応援お願いします。お願いします。お願いします。以上、スクワットでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。スクワッド、スクワッド。